その武器は何て言うんですか？一人の兵士としてこの世界を生き抜く。光栄テクモゲームスが手掛けるタクティカルハンティングアクション進撃の巨人、その最新作がついに登場。主人公はオリジナルキャラクターエディットで自分だけの兵士を作り上げよう。あなた自身が調査兵団の一員。これで脱出できる。原作と同じストーリーの中でどう生き、どう戦うのか。任せます。分かったぞ。指示通りに動け。分かりました。仲間と協力し巨人を駆逐せよ。ついてこい。いない。あなたと一緒なら戦場でできることが増え、戦いはより深く、より戦略的に。圧倒的な没入感、ハイクオリティで描かれる進撃の巨人の世界。テレビアニメシーズン2までの物語を収録。走らんかい。さらにゲームだけのオリジナルストーリーも。ちょっと、主人公の視点で新たな角度から物語を体験せよ。会話や訓練などを通じてキャラクターと交流できる日常パート。有効度が高まると戦闘中にサポートを受けたり、特別なエピソードを見ることができる。好きなキャラクターと絆を深めていくと新たな一面を発見することも。まずは弊社の大掃除から。その他にも新要素を多数追加。日常パートで準備を整えて戦闘に挑もう。プレイアブルキャラは30名以上。オンライン要素に充実の新モードが登場。対戦プレイで全世界の仲間と競い合え。人類を震撼させる衝撃のモードも追加予定。さらにプレイステーションビータ版はアドホック通信、任天堂スイッチ版はローカル通信機能を搭載。本体を持ち寄って最大8人での対戦プレイが楽しめる。全てを捨て去る覚悟はあるか。進撃の巨人2、必ず取り戻すよ、俺たちの故郷。負けない。邪魔はさせない。エレンを信じよう。きっとやり遂げてくれる。よし、作戦を始めるぞ。このまま、この巨大ですが
待て待て。
して待て待ってくれ。あいつらを何とかするのが先だ。行くぞ。こういった形でスタートしますよっていうのを今実機で持ってきてるので、こういうあのスタートになります。そうなんですね。記録者たるその兵士がどのような人物であったのか、男性であったのか女性であったのかすらも、今となってはそれを知る術は残されていない。ちょうど調査兵団の日誌が残ってて、それを紐解いていくみたいな、その記録とともにストーリーが進んでいくっていうようなイメージを日誌を通して紐解いていく。オリジナル主人公につながる。名もなき一人の兵士の戦い記録で。はい、飛ばしていただいて。はい、全部はちょっとあれ長いので。これはね、もう製品版をぜひ見てほしいですね。人類は思い出した。現在の自分の置かれてる境遇とかの説明があった後に、そしてシーズン1でこれ、また作り直してるんですけども、奴らに支配されていた恐怖、はい、この最初のね、アルミンさんのナレーション、はい、鳥かごの中に囚われていた屈辱を。巨人だ。そうですね。
穴を開けられた。でこれで主人公目線ですね。はい、はい、ああ無事でよかったわ。前作はここだとエレンとかの目線なのでそういう目線で描かれてるんですけども、これはそう一緒にいたっていう手ですね。自分で声当てちゃいそうになりますね。まあ、ちょっと衝撃的なところから始まって、ね、あ、助けに来てくれた。じゃあちょっと衝撃なシーンだったね。ちょうど今鎧がちょっと出たところで、はい、ここで一回止めました。全てお見せするよりは今見たばっかり。じゃあ次の方、はい、スタジオからまさか周りからみんなえーって言われちゃったら思わなかったですよ。100年の平和で、はい、突如出現した超大型巨人によって壁とともに破壊された。まあ、巨人の侵入を許した人類はウォールマリアを放棄、その活動領域をウォールローゼまで後退させた。シガンシナクに暮らしていたアルミン・アルレルト、ミカサ・アッカーマン、そしてエレン・イェーガーが第104期訓練兵団に入団したのは847年、巨人の襲来から2年後のことだった。巨人に全てを奪われた彼は、あの西が誰かわからないけど主人公の西がっていうことでこれを読んでいってストーリーが進んでいくっていうようなイメージですね。なるほど、小山さんの声で一気にこう現実に結構見入っちゃいますね。その思いを告げ、今回あのオリジナル主人公を採用したのはなぜなんですか。そうですね、今日あの説明する中で、はい、ご説明したいとは思うんですけれども、はい、やっぱあの誰かのキャラってあそれ嬉しいですね。ミカサとかヘレスとか一緒に戦っていくっていう、それは確かに感動しますね。自分がやっぱりアニメの中に入りたいっていう方も結構多いと思うんですよ。そうですね。あ、貴様は何しにここに来た。入団式、入団式、人類の勝利の役に立つためです。それは素晴らしいな。貴様は巨人の餌になってもらおう。そうだね、はい、3列目、後ろ向け。あーキースさん、貴様は何者だ。見てみても迫力がありますね。迫力があります。貴様は何のためにここに来た。シーンは本当に憲兵団に入って内地で暮らすためです。そうか、貴様は内地に行きたいのか。はい。小犬さん今いいとこ。ごめんなさい。心でへこたれるものが憲兵団になどなれるものか。オリジナル主人公じゃなくてキースになりきってますよ。あ、そうですよね。キース CV 小島さん、貴様は何者だっていう形で、あ、なるほど、視線が自分に向けられましたね。これでキャラクターエイトで自分をこう、あ、この後に作る、はい、ということですか。作っていくという形になります。で、ちょっと簡単に、はい、はい、男女が選べて、その上で、そうね、男女選べて体型とか顔とかも結構いろいろ、身長も選べちゃうんですか。はい、こう頭の大きさなんかも、え、頭の大きさも、腕で、あ、これですね、脅威とかですね、脅威、腕とかの幅も変えたり、え、胸とかも大きくできちゃうんですか。女性キャラはちょっとそういったものもあったり、なるほど、あ、いやいや別に別にね、だってこうね、やっぱ好みがあるじゃないですか。ちょっと待ってください、かなり今可愛い、いろいろと、あの、いろんなパーツ用意してますので、あ、さらにあのパーツごとに細かい設定なんかも、え、目の大きさもですか。角度なんかも、角度、角度、はい、位置も変えられたりと、これすごいですね。位置も上下とか、そうなんですよ、はい、キャラメイキングするときにもっと目上げたいって思う人が多いんですよね。へ、ね、すごい、でも細かくいろいろ調整できるんで、これ一応ハマり出すとなかなか抜け出せない。確かにそうなんですよ。作り出すと止まらないですけど楽しいですね。自分に寄せたくなっちゃいますよね。そうですね、うん、はい、で、あの体型とか顔だけではなくて、はい、こういったあのこれはインナーですね。インナーの、インナー、あと色なんかもこうやって変えられます、おしゃれな、おしゃれなものにもできます。あらあら、おしゃれ好き男子にもたまりませんね。で、ちょっと今回、うん、あの相談者さんにも OK いただいて、はい、ジャケットなんかの色も、そうですね、カラー、一応あのちゃんと
あの刃元にも確認させていただいて、そうですよね、はい、ちょっとすごいなかなか見れないでしょ、ピンク本当ドギツ色にしていただいて、アニメでも見られないです、コミックでも絶対見れないこの色が、ピンクでやっぱ飛び回る、そうですね、実際に飛び回りますね、はい、これはもう本当にいろいろと本当に細かく変えられちゃうんですね、この時代のファッションリーダーになります、確かにちょっと今回はあのちょっと事前に用意したあの三上さんに見せたものを、え、金髪ですか、え、一応要求出してみたんだけど、はい、本当にできたの、ちょっと今日ご本人にやって、あ、ご本人には遠く及ばないなと思ったんですが、ちょっとこちら用意させていただいて、いいんですか、こんなに可愛く作っていただいて、いやいやいや、もうなんか三つ編みにすればよかったなすごい、ありがとうございます。で実は三上さんには、はい、あの主人公用のボイスも別途取っていただいていたんで、実はそうなんですよ、今回はちょっとそちらの方も、はい、あのちょっとみんな私がそこに触れたからって脅威に関しては触れないことでちょっとコメント気になっちゃうんですよ、うん、そうもっとあるやろね、はい、確かにね、じゃあ一旦そこはここでね思うがままに作ったらいいです、でこちらで進めさせていただきます、はい、でまたちょっと名前もせっかくですので、ぜひ三上さんの名前をいただいて、はい、初めてです自分のキャラにフルネーム自分でつけるの、はい、あ、なんかちょっと照れちゃいますね自分がついにアニメキャラになりたくて声優目指したんですけど、いよいよ作品の世界に入れちゃうわけですね、そうですね、気をつけていただいて、あの、はい、先に名前が来てその後名字になります、ね、ファーストネーム、ラストネームになるんで、はい、例えもちゃんと出してくださってありがとうございます、じゃあこれで、はいはい、完了ということで進めます、ありがとうございます、お願いします、お、え、あ、え、あ、髪型一緒、もう反映されてます、 え、そんなすぐにですか、はい、そうか、お前もバカみてえな名前だ、ボスを下げてここに何しに来た、すいません、これは悪気はないです、悪気はないです、そう、これ知ってたからって言って悪気はあるわけじゃないです、そう、チーズあの、あ、そうですね、あの、クイジ、あれ、クイブチ、クイブチを得るためです、バツ、ササみたいな、ここが食堂だとでも思ったのか、いや、芋美味しいっすよね、死ぬ気がないなら今からでも開拓しに戻れその、あ、あ、あ、え、これ好感度とかあるんですか、あ、そうですね、この後、はい、第104期訓練兵団、キャラクターとの、あの、なるほど、そう、こういうところにはそういったような要素もあって、巨人の餌になるしかないただの家畜、じゃあ、いいポイントを選ばないとですね、そんな貴様らに、あー綺麗、我々が巨人と戦う術を叩き込んでやる、でね、餌のまま死にたくなければ必死に食らいついてこい、今回 PS4 で出してますけども、前作よりもですね綺麗なになるようにいろいろ精度とかもいじりましたので、おお、はい、いるいる、ただ方便にもつけたのね、はい、ありがとうございます、いや、すごいですね、こんなに早く反映されるでもすぐゲームに入るということで、訓練兵団の第1章が、はい、第1話が始まる、なんかこう強さとかあるじゃないですか、はい、それはなんか初期はこう決まってたりするんですか、主人公から初期は決まってます、ただ成長もしますので、はい、そのうちだからどん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 、あ、いろんなバージョンに、まあ、仲間と共にどんどん強くなっていく、はい、目標地点まで移動しろ、あ、赤、あ、これが最初の任務ですかね、側に今こう地面を擦ってますけども、前作はああいうのなかったんですけども、そういったところも細かく再現するようにはしてます、はい、で、はい、こう立体起動装置の性能とかもどん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 上がっていくようになるんで、最初はこう擦って移動なんだけど、そのうち空中でも空中だけで行けるようになったりとか、そういったところも再現はしています、地面にさーっていくのも、 もうすごいなんかあのアニメのなんか一気のオープニングみたいな、だからアニメでよく見るかっこいいようなシーンをゲームの中でもちゃんと再現できるようにということで、結構ですね、前作以上にそういったところは頑張ったかなとは思っています、すごいですね、確かになんかこう煙のしぶきとかがリアルになってますね、あ、これはなんかチュートリアル、そうですね、目的地まで、はい、前作もこれシーズン1やったので、
こういったその訓練兵団の、はい、あの下りはやってるんですけれども、今回も新たに、シーズン1から、オリジナル主人公で体験していただくということをやっています。確かに1の時はエレンですね、はい、最初は。あ、なんかこの的もすごいなんかリアルになってるような。そうですね、はい、バージョンアップしてます。バージョンアップ、またすらもバージョンアップ。どこまでも進化し続けるわけですね。確実に攻撃を当てろ。実技は苦手だけど、なんとかしないと。ここの操作方法とかもやっぱり1の頃と変わらないですか？押すボタンとかは、ですね、ちょっと、ね、若干変えてる。変えたんですね。そうなんですね。あの、前回ですと、こう最初に対してアンカーを差した後にこうやって旋回する移動してたんですが、今回ですね、あの録音者マンはもう普通に自由にもうこうやって立体軌道で移動できるように。なるほど。ここもですね、どちらかというとアニメを再現するとか、はい、アニメのシーンとか再現するのはこっちの方がいいだろうということで、はい、進化させたのか。あんまりこうアクション部分を操作系いじらないんですけれども、前作よりもやっぱ良くするためにはここかなっていうところで、はい、でもまた新たに楽しみも増えますよね。そうね、だから最初ね、前作やった人がちょっと戸惑うかもなっていうのは思ってますけれども、チュートリアルありますから、そうこれやっていただければ大丈夫かなと思います、はい。すごいですね。もうぬるぬる動きますね。次は大型の巨人だ。巨人によっては攻撃すべき部位が複数ある。確実に狙え。上と下だったりとか、はい、位置が決まってるんですね。これはそのうなじねだったりとか、はい、あの足ねだったりとかをちゃんとやってねっていうようなチュートリアルになっています。はい、ちゃんと右上にあの、はい、チェック入るんですね。そういうのだからあのこのチェックマークが来れば一通りあの操作したことになるので、まあ、それをやっていただければ、まあ、すぐ慣れるかなと思います。確かに分かりやすいですよね。なんかこうボタン何を押せばいいか忘れちゃうときにもあそこにボタンマーク書いてるんで、すごい分かりやすいなって思いました。はい、旧大点だ。キースさん、厳しい。はい、で基本の操作に関してはこれぐらいというところで、はい、一旦あのこちら戦闘は終了して、はい、さっさと次の訓練地点へ向かえ。今作のもう一つの、はい、出ましたね。はい、前回前作も、はい、まああのなんだキャンプっていう形であったんですけども、ちょっと今回拡張しまして、あの、ね、増改築を繰り返しまして、あの増改築町になったっていうような。町になったん、はい、腹筋してる。あら、本当に皆さんの日常が垣間見えますね。そうですね、たくさん。確かに腹筋しないとですよね。そこですか。普段どうやって過ごしてるんだろうって、やっぱそんなもんじゃないですか。常にやっぱ体鍛えてかなと思いますね。じゃないと飛べないですもんね。こんにちは。で、いろんな近くに行くと会話が聞こえたりとか、ちゃんと音声も流れるんですね、はい、でああいうビッグイマークがあるところとかに行くといろいろストーリーが聞こえたりとか。おい、ね、エレンですか、はい、こうやっておよりですね、はい、会話を目で見て楽しみというか、確かにこっち向いてエレン喋ってるっていう感覚になりますね、はい、なのでこれは自分まさにオリジナル主人公でやってる意味がここで出てくるっていう、はい、このまあこうやって出てくるキャラクターはやっぱりもう30人ぐらい。そうですね、もっといますけど。もっといますか、はい、じゃあやっぱり自分の好きなキャラとこうやって自分で喋れるみたいな感覚もここで味わえるわけですね。まあ、仲良くもなったりとかすると会話が変わったりとかっていうのとか、まあ、ゲームならではのこう会話みたいなのも仕込んでますんで、そこら辺も、ね、ですね、楽しんでいただきたいなと思います。いいですね。おや貴様らやる気がないならさっさと荷物をまとめて開拓地にでも移ったらどうだ。駐屯地には、ね、訓練場とかもあるので。トーマス・ワグナー、はい、貴様のような無駄飯ぐらいでも人手不足の開拓地なら追い出されることはあるまい。トーマスだって頑張ってんだよ。ミーナ・カロライナ、貴様は豚小屋出身だったな。ならば豚として暮らすといい。巨人は豚を食わんからな。いやいや、ミーナだって頑張ってる。とはいえ家畜以下の貴様を豚が仲間に入れてくれるかは。すごい厳しい。
まあ、アニメだから許されますね。まあ、今私がこれ言ったら多分パワハラじゃん。三上お前は豚小屋出身だったなって言われるんですね。立ち直れないよ、怖い。私本当に豚になろうかな。ダメダメ。あ、いや、え、でここでまた、これ、はい、また、はい、あ、これ私選ばないと、はい、ちょっとなんか私結構辛口だからな。バツ。バツで、はい、もう兵士になるの諦める。それは諦めたくない。今光った。そうだけど今よりも訓練成績を上げるのはちょっと正直なところ難しい気もするんだよな。有効度が上がったりすると、こう上がった、はい、上がったキャラクターに合った形で全力で取り組んだ結果が今の成績なわけだし、はい、そうなんですね。あ、でもみんなの好感度は上がらなかったか。うん、上がらなかったですね。三角、いろんな人の知恵を借りたら、はい、いろんな人の知恵。いやいや、違うんだって。君じゃないよ。私はみんなの好感度が欲しいんだ。みんなの長所を学べば兵士として成長できるかも。もしかしてこうミイラを落とすの。あ、わかった。トーマス女子には優しいんだ。そういうこと。よし、あとでお互いの成果を報告し合おうぜ。お前が言い出したんだし、お前も付き合いよな。熱くなって。2回もしかれちゃった。選択肢によって有効度上がったり下がることはないんですけども、絶対正解を選ばなきゃいけないようなものでもないので、皆さんお好きな選択肢を選んでいただければと思います。有効度上げるゲームでもないので、まあ上がると何かしらいいことあるよっていうのはありますけれども、はい、なんかそのエッセンスとして街の中で楽しんでいただきたいなとは思います。おお、クリスタが輝いてますね。いやすごいですね。でもいろんなやり込み要素があるんですね。そうですね、こうやってあの、あれ、この腕立て、腕立てに変わってます。あらあら、こうやっていろいろなキャラクターとこう親交を深めていただいて、より進撃の巨人の世界を、はい、理解するのと同時に楽しんでいただきたいなと思います。あら、エレンさんが、え、そういえば、いいよ、うーん、ちょっと共感性高い女子ってモテるって言うじゃないですか、はい、実は自分も、三角。おお、あ、しかもダイレクトに、はい、ダイレクトに、あれだけ今言うことが分かったってのが、はあ、はい、なるほど、分かりやすいですね、ゲージも。ちょうどクリスタもいるので、あら、元気かな、ちょうど、怪我とかしてない？あ、見や、見下ろしてる、可愛いですね、可愛いですね、チコに、ちょっと強がっちゃいますかね、あんなの余裕だよ。え、あれ、あれ、ちょっと待って。あ、まあ、心配してくれてる裏返しですかね、うん、そう。三上さん結構自分が仲良くなろうという人に結構冷たいこと言いますよね。なんでしょうね、なんか気を引きたいんでしょうね。冷たく足だったらこう、え、ちょっと待って、サシャがいる。サシャ、芋ですね。お肉、これあのね、調理場か上官の食料庫、どっちにあるか。調理場ですね、調理場。あ、やっぱ食料庫でしたかね。上官の、まあ、原作だと上官の部屋から盗んできてたりしちゃうんですけどね。すごい、いっぱいいらっしゃいますね。まあ、他にも、はい、ちょっとするし、あ、ポニーさんもいる。これはやっぱりこう、まあ、時間帯とか、なんかこうタイミングによって出るキャラクターもそれぞれ、はい、ストーリーが進んでいくったりすると、はい、いろいろ変わったりとかして、はい、そこの、さあ、お前だ、お前。ポニーさん、どれ、落とし物だぞ。これお前の日誌じゃねえのか。ちょ、照れるな。やめとくれよ。いや、そうか、もう落とさねえように気をつけろよ。お前は104期の訓練兵だよな。あなたは誰ですか？こういう時は自分から名乗る。一応中東兵団の隊長をやってるもんだ。お前も104期の訓練兵だってんなら、上官さんとの付き合い悪いかもな。エレン・イェーガー、うん、お、自己紹介しました。
お前もエレンや俺たちと冒頭であの一緒にエレンとかと一緒にこう船のバイクで引き込まれてってで船に背負ってみたいなところがあったんですけど、前飛ばしましたけど、そういったところで元々仲良い設定にはなってます。なるほど、はい、今じゃ俺が親代わりみたいなもんだ。そうですね、お前も同郷なんだし、困ったことがあれば俺を頼ってくれよ。優しい。はい、また選択肢が出ました。あー、昔の3人はどんな感じでしたか？昔のあいつらか。今とそんなに変わらねえ気がするな。まあ、詳しいことは本人たちに直接聞いてみろよ。承知しました。まあ、とにかくこれからよろしくね。それと、悪いんだが、さっきの落とし物の中身、少し見ちまったんだ。プライベートですよ。細かく書いてあって驚いたぜ。こういう観察力ってのは大事なもんだ。その日誌は、きっと何かの役に立つと思うぜ。しっかり続けろよ。はい、しっかり続けていきます。はい、でちょっと、まあ、今回お見せはしないですけど、はい、調査日誌、まあ、主人公が持っている日誌というものがありまして、うん、まあ、そこの日誌にいろんなあの情報が追加されていったりみたいな形で、はい、どん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 、まあ、情報が溜まっていくという記録されていくわけですね。じゃあ日常パートは一旦、はい、今回はここまでというウィジン、はい、第1章第2話ですね。はい、周囲部隊の支援だったよな。よし、訓練の成果を見せてやろうぜ。いやー、コニーさんがユミルが先行して偵察に出てるの。まずは合流しなくちゃ。あ、左側に崩したところにアイコンありますよね。はい、まあ、前作も最大4人まで一緒に、はい、共に戦えたんですけれども、はい、はい、今回もですね戦えまして、はい、はい、今横についていますね。ちょっとね見づらいかもしれないですけど、コニーが刀のブレードを形してて、クリスタはちょっと回復っていう、はい、こうキャラによって役割が今回ついてますので、そこら辺もあの選択しながら。なるほど、はい、あの丸ボタンにコニーが丸ボタンってことは個別にこう何か指示が出てる、はい、こうやって例えばこうやってお、ね、こうやって攻撃してやる。すごい。で右上にあるのが、今、まあ、前作も引き続きですけれども、はい、まあ、今何をやってくれみたいなところが右上の方に攻略ヒントっていうか、今ユミニに近づけっていうのがミッションとしてありますので、はい、まあ、これを見ながらゲームの方は進めていただければ、まあ、すんなりと進めることができるかなと思います。はい、っていうのはちょうど、はい、一緒に行きましょう。で、仲間入りということで、はい、またアイコン増えましたね。はい、はい、そうですね。あれ、ユミルのあのマークに立ってる、あれは、ね、ユミルもまた違った効果、ね、違った効果を持つ。はい、はい、えらいことになってんぜ。うん、巨人がもうこんなに、うん、よろしくねえか。さっさと巨人どもを倒すぞ。いろんなとこで演壇が上がってますね。そうですね、今第2章なのでチュートリアル的なところで今まだ右上にいろいろまあ、サポートで出てますけども、はい、今作も近づいて、あ、すごい今回ですね、はい、奇襲行為っていうのが新たに導入されてますので、それを今見せようと、はい、そうですね、かっこいい。巨人に見つからない位置で、はい、L2 ボタンを押しながら、はい、照準を合わせて、で一定時間見つからないで照準を合わせられると、はい、まあ、三角ボタンで奇襲攻撃が発動できるっていうようなシステムです。反対にリスクもあって見つかると、そうです、ね、怒り浸透して向かってくるっていうのが、今は多分見つかるかもしれないですね。で今下に目のアイコンで見られてるっていう感じで、はい、なるほど、大丈夫ですか、一瞬行く感じですか。あ、もう確かに行く感じですね。でも、ケーキ大丈夫、はい、おー、同じに、あ、ちょっと今回ああいった形で手を払ったりとか、まあ、建物も本当に今ちょっと、そうそうそう、建物が
が、はい、見つかったりとかいろいろ起こってくるとこういう怖い、これはですね、結構危ないですよ。建物の壊れ具合もだいぶ変わりましたよね、はい、前作以上にリアル感を増してということで建物の壊れ方もこれ怖いバージョンアップしてます。え、追っかけてきてますよ。鈴木さんお願いします。光を殺さないで。で逃げ切るか味方に倒してもらうか、はい、それとも危険を顧みず自分で向かって倒すかっていう感覚ぐらいになりますかね。すごい、今迫力がすごかったですね。前作はこう結構巨人の周り自由にずっと飛び回れてたんですけども、今作は開いた形で巨人もあの、進化している。そうです、強くなってますので、はい、気をつけながら戦っていきたいと思います。こういう感じですか。で、あのコミにおっとっとっと、今出たのがですね、ちょうど攻撃あの巨人の攻撃に対してタイミングよくですね、バズボタンを押すとですね、回避アクションができています。その後また三角ボタンを押していただくと、まあ、一気に逆転できるという。ちょっと分かりづらいんですけど、あの攻撃を、普通に避けるのか際で避けて、そうですね、あの、はい、隙をも作らって一撃で倒しに行くのかみたいな、ちょっとアクションの駆け引きがですね、ちょっと伝わりづらいんですけど、そういうのも入ってるので、楽しそうですね。上手になったらそういった、はい、その遊びも楽しめる。駆け引きで、はい、その先ほどの、この巨人が非常にこう必要にプレイヤーを追うような状態であっても、ああいったアクションを駆使していただければ、はい、まあ、戦えると。で、苦手な方は一旦逃げていただくというところですね。時短だ踏んでます、ね、調整中です。申し訳ないですね。でもなんか味方もみんな頑張ってますね。あ、大丈夫ですか。あ、まだやる。うわ、また真ん中にあの赤いゲージがあるんで、あの区間を逃げ切るか、はい、嘘、これ、ちょっと、すごくないですか、これ。おっとっとっと、横でディレクターがちょっと言ってるから、あの、これ本当に、私なんか練習したんですけど、でも巨人強いな。ディレクターさんにとってもこのゲームはもうやり込みます。うなずいて。前作より本当に リアルに進撃の巨人の世界観を再現しようということで、まあ、自分だけじゃなくて建物の巨人もということで、なるほど、強いですね。あの、はい、なんだろう、本当にリアルな感じになるように今作ってる最中ですね。すごいですね。これで作ってる最中といった、はい、まだ調整中なので、はい、あ、円盤が緑の円盤ですよ。助けを求めている仲間は前作もね、はい、ありましたね、はい、ユミル冷たい。でも私は行く。あ、さすが、さすがクリスタ。そう、ない、そう、それな。今ならわかる。これもやっぱり助けたことによってこう、なんかサブクエスト的な、はい、あるんですね。今作もそういったあの入ってますので、はい、まだ反対にその、ユミルが言った通り、はい、助けなくても別に進んだりはしますので。そうなんですね、はい、なんか巨人の顔も一回捕まってみようかなと。え、あ、確かに。あ、痛いよ、あ、いやー、おー、すごい味方が、まあ、ユミルがこうやって捕まった時に助けてくる。あの救援のマーク、あの、あ、なるほど、はい、ユミルのアイコンの右下の、やばい。ちょっと今閃光弾を打つとですね、はい、あの一番下のあの黄色い、十字旗の下の、はい、左下の一番下の黄色い十字旗あると思って、はい、あれ使うと閃光弾を打って目をくらますことによって、はい、あのバーサク状態解除できるっていうのもありますので、あんまりだから慣れてない時はそういったアイテムを使うとうまく倒せるかなとは思います。なるほど、アイテムも駆使して。そうですね、あの、はい、自信がある方は、まあまあ、ガンガンこう切っていただいていいんですけども、はい、すごいですね。そして黙々と鈴木さんがこう、はい、勝っていくみたいな。ちょっとあの今
なんとか死なずにかっこよくできてるんで、そろそろ、はい、これぐらいで、はい、よろしいですかね。そうですね、はい、じゃあ戦闘、戦闘入りますね。おー、はい、いやー、せっかくなんで、もう今兄使ってます。おー、兄、今回主人公、自分はオリジナル主人公なんですけれども、こういった形であのいろいろなキャラクター、プレイヤブルキャラクターとして使えますので、そこら辺はご安心いただきたいなと思います。すごい、行った方がいいね。これが奇襲攻撃です。あ、これは奇襲だ。行け、お、速い。おー、すごい。奇襲攻撃はですね、見つからないように、はい、一定時間見ることによって発動できる技なんですけれども、その間に見つかると反対に巨人がすぐ起こってですね、向かってくるという、あのリスクがある技ですけれども、うまくいくと非常に強いという技、あのアクションシステムになります。ダメージもいっぱい当たると。そうですね、はい、ただちょっとブレードとガスが結構減るっていうのもあるんですけども、ただ一撃必殺技にはなります。さっき言ってたみたいに、あの巨人の気持ち悪さ増してますね。そうですね、それから巨人もあの怒ってこうやって突っ込んできますので。怖い。いやジャンプしまして、これはひたすら逃げるんですか。そうですね、一定時間逃げ切ると、通常時に戻るのと、あとは閃光弾打つと、あの、そうですね、お目の前と、はい、あ、打ちましたね。すごい、かっこいい。なので今回はいろいろ、まあ、前作もからあるアイテムなんですけども、うまく使いながら進めていただければいいかなと思います。どんどん広がりしたね、アイテムのアイコンがあって、あれを使える。今こう飛んでるのは味方ですね。あ、上に、あ、おお、びっくりしましたね。頭から食べ噛みついてくるみたいなことができるんで、これうなじをダイレクトに狙いに行くより、やっぱこうやって部位を破壊してた方がいいですね。そうですね、はい、上手な方は直接狙っても、うん、あの大丈夫ですけれども、うん、まあ、あのちゃんと狙わないと入らないので、今見たくずれちゃってしますので、シビアですね、結構ね。手足止めてからのが早い。あ、来た。今のがほか、ほか、ちょっと今編みずれてますけど、これはちょっと直します。開発中ですからね。開発中ですからね。ああいった形であの捕獲した巨人をちょっとコレクション的なね。はい、あの実際どう使うか。巨人コレクション。ちょっとどこまで行っていいのか、俺もそこ分かってないんだよ。あの実際どう使うかは後の、あ、後半の方でお話しします。後半で、はい、後半お話します。こうやって足を、チョコレート、なるほどね、これ、いいな、いや、おお、また、いや、新たなコレクションが、まあ、ポケモンじゃないですけども、こうやって巨人を捕まえていくといいことが、巨人ゲットだぜっていう、ちょっと誰かに怒られちゃいそうな気がしますけど、いろんなとこから今怒られそうな、いやいやいや、攻めてるぞ、すごい。そうですね、今2回も捕獲しましたもんね。そうですね、巨人のね、あっという間に。でもなんか違うゲームになってるから、そろそろあの、そうですね、ちゃんと巨人倒さないとダメです。あ、だって回避のやつ技まだ見てないですもんね。そうですね、難易度がそうだよ。わざと出してないですよね、回避は。あ、ね、あの、ま、あの失敗したら何言われるかっていうところ。早い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 。小型の巨人は移動が早いんで、ちょっと注意しないとダメです。あ、来た来た、あ、怒ってます。反撃しろ。おっと、今回結構あのちゃんと当たり判定見るようにしましたので、はい、結構あのワイヤーが外れたりしますので、そこら辺はうまく周りをの邪魔者を見ないか見ながらやっていただきたいなと思います。はい、倒しちゃいます。はい、空気読んでくれる巨人をね、探して。そうですね、なるほど、大きい方がいい。確かに、まあ、待っててもしょうがないんで、ちょっと他の、うん、あ、なるほど、要素も見せれば、はいはい、ちょうどここ、いいバッキーもあったんですが、今回ですね、あの拠点がね、ですね、戦闘中に建てられてですね、お、まあ、ここから、まあ、補給物資を得られるとかですと、例えば、こうやって砲台を作るとですね、自動で巨人を攻撃してくれる。本当だ、前回自分が乗って撃ってたんですけども、今回はこういった形で、はい、めっちゃ、あ、撃ってます、弾撃ってますよ、砲台が。本当だ、弾撃ってます。この拠点自体をですね、あのどん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 あの日常パートのパワーアップすることができるので、まあ、今こんな感じですけど、もっと
膨大方針が増えたりとか、そういった要素もありますので、そこは成長要素の一つとして。周りの NPC たちもめっちゃ頑張ってくれてます、ね、すごい飛んでますね。味方にも指示出してね。そうですね、うん、ちょっと今仲間がいないんで仲間連れてきますか。そうですね、仲間をダイナそういうゲーム内で、まあ、達成すべきミッションというようなものがいっぱいあるんですね。はい、それを達成することであの強力な仲間がついてきてくれるようになったりします。いろいろ上がってますもんね。パシャ達成って言ってます。パシャを発生、パシャー、パシャを助けて、助けましょう。誰か手を貸してください。何が進んでいますね。おお、すごいですね。あ、これでサシャが仲間になって、はいはい、チーム加入してましたね。はい、行くぞ一緒に。でサシャは捕獲のサシャはですね、これはおお、これ今左に回るって出てるんですけど、はい、あ、本当だ、網持ってる。で丸を押すと、おお、まあ、これ今あの一緒にまあ捕獲したり、本来だったら足切らなきゃいけないのをササと協力することで一気に捕まえる。佐々木さん今クリスタいた。クリスタ、クリスタいました。クリスタあの助けてくれますか。ぜひ助けましょう。まだ全然時間ありますからね。真っ先に助けて、もしかしたら生振りもしてくれるかもしれない。おいい振りをするぞ先輩が。わからないよ、するかはわからないよ。あ、クリスタにお願いして、はい、あ、無茶しないでって言ってますね。さあ、クリスタの回復する。サシャは捕獲ですけど、ユミルは回復してくれるので、ちょっと今見なかったですけど、はい、クリスタは回復してくれます。え、なんか巨人が這い上がってきましたよ。そうですね、今回こういった動きも、再現してますので、よりあの、どこにいても安全じゃないっていう。わー、うわー、これうまく逃げるの大変ですね。ね、後ろに回り込むのが、そうですね、同じを狙いに行かないと。でもこっち向こうとしてなかなか後ろを向かせてください。うおー、後で、あ、すごい、返り血がめっちゃ出てる。そうです、これもあの配置もそうなんですけど、その切った後に例えばステージの地面のとかのところに血がついたりとかいった表現も今回ちょっと新しくやってみたかったんで。そうなんです。ちょっとやりすぎて、はい、あの表現上まずいみたいなことを言われたりもしちゃったんですけど、いろいろ厳しい対象限定的なやつ。映像も綺麗ですね。フックドライブは見せられなくて大変残念だな。あれ、やばいけど、さあディレクターからそろそろ次に行ってやってみるか。待って、もうちょっと待ちましょう。もうちょっと待ちましょう。見てみたいですね。え、マジ服のドライブなしで行くの。さあ、見せたいんですよ。見せたいんですけど。社長が。さあ、ちょっと入れた。ぶっ飛んでいる。今のが、やろうとしてタイミング悪いと回転切りで逃げるっていう。待って、リストだ、リストだ、リストだ。助けて。ああ、よかったよかった。よかったです。ああ、よかった。さすがさきさん。いち早く見つけますよね。いち早く見つけますよね。ユミルもなかなかのツンデレですから。そうです、そうです。そうなのよね。さすがさきに言われてる。次行きますか。行きますかね。
ックドライブは、はい、皆さんの手で、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。ナイスコメントでした。じゃあ一旦、誰とかじゃないですよね、巨人鈴木さんが今操作してんのこれ、はい、操作して目型の巨人を誰かわかんないけど巨人側の馬を引っ張ってる。すごい、誰だろうね。正面から行ってもいいんだ。同じとかも関係なくなってますね。ちゃんとあの硬化して足が色が変わる。はい。一角ゲーみたいになってる。確かに。ハイキック。ハイキック。すごいな。あ、下側みたいなの。わあ強い。あ、ご想像にお任せしますが、いろいろと巨人の方は用意していますので、みんな操作できるんだ。そうですね、まあ、シーズン2まで出てきたところはということを。あんなちっちゃい巨人もいるんですね。はい、人間と、そうですね、3メーターぐらいですかね、確かね、小型のやつは。じゃあ巨人化に関してはこの良きところ以上でバレちゃうので、ありがとうございます。じゃあ一応パーティー、日常パーティー、また前回の生パーティーを使っていただいて、ちょっと誰かに似てません？似てますね。さきさん、左見てください。実物がいますよ。似てるって。ひらだな。ありがとうございます。これがしおりね。そうなんです、これがしおり。あのバカなみたいな名前って言われて、教官から、教官からバカみたいな名前。はい、ちょうどあらとユミルがいるんで、ちょっと話しかけてみましょう。ほらほら、イチャついてんじゃないぞ。ちょっと三上です。手当てまでしてもらっちゃってありがとう。クリスタ、助かったよ。それは訓練の後の光景ですね。うん、気にしないで。すごい、二人とも、うん、これからはちゃんと気をつけてね。なんで日曜パートでもこういったあのイベントが発生します。言われてるよ。まぶしい。周りがすごいですね、五光的。あの好感度上がってる感じ。あれ、三上来たよ。ウェーイ、三上ウェーイ。あなたはどうしたの。三上だよ。じゃあまた、じゃあ選んでいただいて。三上、三上どうしたので、二人とも訓練に戻ろう。これって向こうの二人ですよね。怒られてるよ。邪魔邪魔出しちゃったみたいなの。いやいや、いいんだよ、二人きりにして。クリスタは俺たちのことを、いつもよく見てる。ちなみに今のは、前回からの流れ引き継いでますよね。あの、そうです。私、あんまり戦闘は得意じゃないけど、こういうところでクリスタと二人きりでいたいってなったら、やっぱり二人とも訓練に戻ってってシェシェイってなりました。あ、また来ました。いや、クリスタは偉いな。やっぱ偉いですよ。はい、正解です。実はこれ前回やっているところで、まあ、復讐の意味もこのセリフ実はやっていて、今の私には大したことなんてできないし、ちょっともっと専門的な処置が学べればいいんだけど。大丈夫だよ、そのままで。まだ駐屯兵団の診療所に行ってみるのはどう。人手が足りなくて手伝いを募ってるって聞いたよ。ある意味かっこよくないですか。駐屯兵団の診療所か。そんなことなかったな。その話長官に詳しく聞いてみるよ。一番下水からね。自分も一緒に行こう。本当嬉しいな。今のドキドキしますね。いけない、私はそろそろ戻らなきゃ。アルミンとジャンはもう無茶しちゃダメだからね。つまり好感度1回しか上がらなかった、はい、あれ、本当は3回上がるタイミングだったんですか。そうですね。あら、まあ、すごいですね。でも正解はであればですね、はい。でまあ、ちょっとこういった変更度にもレベルみたいのがありまして、こうやってあの積み重ねていくと、あの例えば今回クリスタがスキルを教わったりですね。おねだり上手を。おねだり上手を覚えました。ちょっとこの手帳はいろいろあのちょっと開発あの理由があってあれなんですけども、はい。でスキル自体はあのプレイヤー自身が付け替えることができるんで、いろんなキャラクターと仲良くなっていろんなスキルをもらって身につけていきましょうという形で、
ここで、はい、これ実質、まあ、ちょっと見せませんけど、うん、一応実質で自分の見た目変えれるようになってますので、まあ、すごい今の見た目は変えたくなったらいつでも自分の部屋に来てあの変えることができるんだ。三上の部屋、三上の部屋だね。確かになんか嬉しいですね、自分の部屋があるっていうの、うん、より一層こう物語の中に自分がいる感が、ね、確かに、キャラクターがいっぱい。ちょっと今回じゃ新しい要素で、うん、あの何か提案があるか、兵団にいろいろ提案できるあの仕組みがありまして、はい、まあ、こちらの軍備増強というのは先ほど戦闘でお伝えしたあの拠点ですね、戦闘中に建てたそれをパワーアップしたりできます。ここでそれ以外にですね、地策というものがありまして、まあ兵団に対してこういった運動をしてくださいねっていうことをお願いすることで、まあそれぞれ記載の効果が出ると。炊き出し、あの炊き出し、炊き出し見ます。あの清掃はさ、まあ、あれいつもだからさ、炊き出し、炊き出しにしましょうか、うん、じゃあ、ね、ちょっとこれを選んで、うん、提案してみましたね。意見があればいつでも来い。でちょっとこう周りを、まだかな、さあ、うん、いますね。あ、来た来た来た、あれ、炊き出しだ、おいしそう。あ、満足してますね。みんなご飯を食べてるのに、ね、ミカサはエレンはどうしているだろう。ちょっとこれ、ミカサのポジションがあんま良くない。ミカサの中でみんなでご飯食べてる。よかった、やばい、ご飯大事ですからね。みんなどんどんお菓子、ね、ご飯食べてきましたね。そうだね、あのこの効果としては次の戦闘で味方の兵士の能力が上がるんで、まあ、ちょっと難しくてなかなかあの戦闘クリアできないなって人はこういったものを活用していただくと思います。すごい。じゃあちょっと今度は別のところ行ってみましょうか、うん、訓練の方とかに、はい、はい、先ほどちょっと訓練の話が簡単に出ましたけども、はい、あのプレイヤーの能力を高めるためのところですね。で個人で訓練もできるんですけど、例えば他のキャラクターと一緒に、いいですね、誰がいいですか、誰がいます、あ、コニタンにしましょう。コニタンにしますか、はい、コニタン、ちょっと失敗する場合もありますが、絵が振りいいやつなんですよ。あ、なんか三上とコニタンあら、コニタンやまあ、こういった感じで、仲間と一緒にでも訓練した方が効果が高い。いや、ちょっと倒れ方が三ヶ島パーって、じゃちょっとまた別のところに行ってみましょう。別のところに、さっき戦闘であの巨人を捕獲してたと思うんですけど、じゃあその巨人は一体どうするんですかっていうところですね。ハンジさんがよだれ流しちゃう。そうですね、ほら、あ、ハンジさんがいる。ああ、おお、ちょっと今バグってローディング、あ、いやー、まあこういった感じで開発中なんで、まあそこらで実際、まあ、あの捕まえた巨人っていうのはあのこの人に話しかけて、まあ納品するじゃないんですけど、あの捕獲した巨人を渡していくことであの研究所のレベルが上がっていきます。で研究所のレベルが上がると、あのここでしか取れないスキルであったりとか、戦闘に持ち込むあのアイテムですね、携帯アイテムっていうのが増えていったりします。なのであの積極的に巨人も捕獲していただいて、あの自分を強めていっていただけるといいなと思います。ハンジさんが大喜びです。いやー、捕まえちゃいますね、ハンジさんのために。じゃあですね、はい、あ、せっかくなんでエレン君に会いに行きましょう。おお、何してんのかな、主人公。掃除してます、ね、掃除してるじゃん。で今回ですね、あの、まあ、メインのストーリーも、うん、ストーリーの戦闘以外にも、まあ、調査任務という形であのいつでもあの戦闘に行けるような仕組みがあるんですね。でその時にですね、まあ、一人で行くのは寂しいなというので、うん、どうせなら一緒に行かないってお誘いすると掃除をサボってでも来てくれると。これでも兵長が後で兵長に怒られるのはエレンなんで、まあ、それはしょうがないです。確かに。でちょっと先ほどあの私服の着せ替えのお話あったと思うんですけども、うん、実はですね、あのこういったあの自分だけじゃなくてですね、うん、日常パートにいるこの子たちの衣装が変えられます。例えば、え、今ここで着替えちゃうの？さすがにあの生の気がしないんですけども、ちょっと例えば違う衣装を変更してみると、
かな。あー、わー、いいですね。白シャツ。いいね、パリッとしたなー、あれ。いいですね。で、あの、日常パートにいるあの各キャラクターたちにあの衣装を着せ替えられるんで、あのどんどん好きな衣装に変更してもらって、あとあのダウンロードコンテンツで、はい、あの各キャラクターの衣装っていうのを配信する予定でもいまして、そのダウンロードコンテンツの追加衣装もこの日常パートであの着せ替えて、あのお気に入りの服を着せることができます。前は戦闘のところだけだったんですけれども、はい、今回は、まあ、街の中でもということで、はい、で、まあ、この形で、うん、あのこの人が調査任務 の、 あの担当官なんで、話しかけることで一緒に戦闘に行けて、で戦闘を終えるごとにまた有効度も上がりますので、仲良くなりたいキャラクターと、まあ、積極的に任務に出ていくのがいいかなと思います。はい、じゃあひとまず、はい、日常パートに関しては今回はここまでということでお願いします。はい。